Hello. You are listening to After 5 English YouTube blog. Hi! Thank you so much for watching After 5 English. My name is Kumiko. 今日も見てくれてどうもありがとうございます。というわけで、今日は Singing。Singing。この曲を実際歌うときっていうのはほとんど多分カラオケとかで歌うんじゃないかな。もしくは聞いたことがあるかなっていう曲だと思うんですけども、今日は何の歌をやるかっていうとですね、こういう曲とかね、 Here's my number So call me maybe。 そう、 au かなんかのコマーシャルでもこの曲使われてるんですよね。 Carly Rae Jepsen ってカナディアンの歌手なんですけれども、彼女のこの Call Me Maybe っていう曲のサビをですね、ぜひ一緒に練習したいと思います。で、サビがね、ちょっと歌えるようになったら、やっぱり口ずさめるようにもなるし、歌の練習するのって、おそらくね、これを見てくれてるあなたも中学の時に何かかしらの曲の歌の練習をしたと思うんですよ。古い曲から最近の曲、いろいろ練習材料はあると思うんですけれども、今日に至ってはちょっとリクエストもあったので、このCall Me Maybe のサビをやってみたいと思います。ぜひぜひ一緒に練習してみてください。もし歌えないってなっても、やっぱり聞き取れるだけでもちょっと違うと思うんですね。なので自信をつけてみましょう。はい。というわけで、一番最初の Hey, I just met you なんですけれども、I just met youYou で、just の t と met の t 発音しません。普段の英語でも I just met you って言います。それのちょっとまあリズムですね。Hey, I just met you ってメロディーをつけるだけなんですけれども、just met you, just met you, I just met you。そして次、and this is crazy。and の d と次の this is ってちょっと音が似てるんですよ。なのでここ d をちょっと切りつつ、and ってつなげて and this is って and this is and this is crazy ですね。 and this is crazy ではなくて crazy z の音 crazy、 舌をちょっと前に出し気味でズーって濁った音を出してください。 this is crazy、 this is crazy、 うわすごいひどい、なんてこったって言いたい時とかね。 and this is crazy、 OK、But here's my number. But の t は発音しません。But here, here ではなくて、これも って舌を丸めて後ろに置く。Here, here って長い音を出すんではなくて、Here's my number ってトン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 みたいな。Number の er も って音。Here's my number みたいな感じね。So call me maybe. Call ではなくて call。下の先っちょを上のね、この前歯の後ろにちょっと寄せる感じで。もしくは、そこまでいかなくても、call ってちょっと口に空洞を作ってあげる感じね。るではなくて、call。call me maybe。call me maybe。call me maybe。じゃあ、repeat after me.Hey, I just met you.And this is crazy.But here's my number.So call me maybe.ちょっと文章チックに言ってしまいましたが、これをメロディーに乗せて歌っていくと形になるんじゃないかなと思います。 Hey, I just met you and this is crazy。 ちょっとこうね、口ずさんであげるといいんじゃないかなと思います。というわけで今日は Call Me Maybe のサビの部分のちょっとしたレッスンでした。 Thanks so much for watching and I'll see you next time. Bye!